今までで一番いいプレゼンできたと思うし、なんか楽しくできてよかったです。楽しくやりましょう。グランプリまで行きたいね。今年こそなんか取ってやるみたいな感じですか。物がくだましい。ゆっくり全てを掲げる、そのつもりでやってほしいと思います。素晴らしいチャレンジをされる皆さんにとって最高の一日となることを祈ります。今両親が共働きの子どもたちが増えています。家族の絆をつなぐことができるチャンネルを作りました。その名も名付けておけちゃおけちゃというのはカラオケチャンネルの略です。おけちゃの流れを簡単にすると、投稿投票、月間優秀者発表、全国優秀者発表となります。ねえ父さん、僕もおけちゃやってみたいな。スカパーに加入しようよ。どれも素晴らしくですね、本当に楽しかったね。まあ、中には最後ですね、この勝利を増やすことができないのかなってことを活躍してプラスになったと思います。もうこのメンバーだからこそのチームワークみたいな感じですよ。生きる喜びあふれ出す全く新しい高齢者施設を提案せよです。そう、目標と友達ってさっきの理想の施設のイメージに似てない？まずこちらの字は食べることや寝ることなど生きるのに必要なことが満たされている喜びを表す字です。こちらの字は気持ちの充実や周りとの関わりによって生活が意味のあるものになっていられる喜びを表す字です。高齢者も子どもと同じように成長できる。だから高齢者が学校に行くことはおかしくない。こんな風に言えるおじいちゃんおばあちゃんに私たちはなりたい。高齢者を自分たちの問題として捉えたというところが重要になった。いやもう信じられないです。もう普段自分たちとは一番遠い世界だと思うんですよ。この考える機会がすごいためになったと思います。これからの地球の100年を支える新しい動力源とその活用法を提案せよ。明日への希望を抱かせる仮想体験、その名もハートラインを作り出すことです。今さまざまな問題がありますが、私たちが解決しなければならないものです。そのために私たちが動かなくてはなりません。元気をたくさん作ってこの世界を心温まるものに変えていこうではありませんか。彼らは我々が製品や技術を通して実現したい世の中の姿を、もうすでに描いておりまして、もっと安定した職業に行こうかなと思ってたんですけど、まあ、作り出すのも面白くてそういうことをずっとやってみたいなみたいなことを思いましたね。そうだね、今普通に物使ってて普通に使ってるけど、これ開発するのにいろんな人が携わって頑張って作ってるんだなと思うと、世界中の子供たちが一瞬で幸福になる究極のお菓子とその販売方法を提案せよ。究極のお菓子をご紹介しましょう。こちらジョイです。このカラフルなチョコボール、そして中からはとろーっとしたキャラメルソース、卵型のパッケージを考えました。このような夢の卵の実現は決して不可能ではないのです。これからさらに海外進出を考える森永にとって、プロジェクトの実施によるグローバルなイメージアップとブランド力の向上はコストというデメリットを上回るメリットであると言えます。その先にある幸せな未来は、皆さん多分途中は山あり谷ありだったんだと思いますが、最後まで素晴らしい企画にまでお出迎えくださいました。本当に感激しております。途中で結構なんか対立しちゃったり分裂しちゃったりして譲り合うみたいなこともちゃんと勉強したし、チームワークを知るためにもこういうのに積極的に参加してほしいと思います。これまでにない無印良品を提案せよ。私たちが考えたのは無印総合病院を建てることです。そうとはありのまま、自分たちがありのままでいられる場所。ここで患者さんにとってのそう、それは生まれ育った環境、つまり自分の家ではないかと考えました。
無印良品に単純であり空白である、つまりありのままであるからこそあらゆる人の思いを受け入れられるという精神があるからです。ターミナルケアとは終末期医療、患者さんにとって死ぬ場所ではなく心残りなく最後の一瞬まで生き抜く場所を提供したいと思うのです。皆さんのプレゼンテーションを見てもう本当に回復しました。まさに我々がいただいた原点に対し、今後我々が目指す未来について大きなヒントがきました。めっちゃ嬉しい、気持ちがいっぱいです。まさか受賞するとは思わなかったです。思わなかった、はい、びっくりしました。びっくりしました、うん、やっぱり自分の考えを文に表現できて、うん、それをみんなの前で発表できるっていうのはすごい嬉しいです、うんうん、あーもう想像以上ですね。生徒の成長がやっぱりすごいなと。何もタッチしない、全部自分らでやったんでね。
友達と一緒にこういう場に来れて、うん、同じ仲間たちと一緒に発表できる機会もらえたので、うん、素晴らしくないかっていう話で、うん、いやもうなんか遠方からですごい来てよかったです。成長しました、すっごい成長したと思います。その家の感じと全然違って今日はすごくなんか男らしく見えました。男らしく下調べとかその内容自体もものすごい凝ってて、これ負けるんちゃうかなっていうのをずっと思ってました。男さんになると夢のような体験愛に溢れてますいろいろ協力してくれたりさせてくれた子とかいっぱいいたし、その学校とかでもすごいいろんな人のプレゼン見て、その中で自分のプレゼンもよくしていけたから、やっぱり感謝とかいっぱいあります。はい、ありがとうございます。